適当に転職活動をするとどうなるのか。書類編。ペンギン、僕転職することにしたよ。本当か？うん、もう書類も書いてるし。なんだこれ、こんなの絶対採用されないぞ。え、でもこれこの会社受けた時と同じ内容なんだけど。それはこの会社が動物をも雇う人手不足だからだ。まず履歴書で使う言葉は全て正式名称じゃないとダメだ。こういう書類で誤字脱字や非正式名称の使用があると実際の業務を任せたくなくなってしまうからな。なるほど。その資格書かなくてよくない。あとここだな。志望動機は自信あったのに。お前サボりたいしか書いてないじゃないか。まあ確かに給与や待遇は大事だが、そればかりを書いてしまったら働く意欲を感じてもらえないぞ。もうじゃあ何書けばいいの？重要なのはなぜ他社ではなくこの会社に入りたいのかをアピールすることだ。商品やサービス、事業について競合他社を比較しつつ調べておくとその会社の特徴をつかみやすくなるぞ。そっか、この会社は他社に比べて休憩時間も長く外回りも多いのでサボるのに適していると感じました。サボりにフォーカスするのをやめろ。あとは見栄えだな。まとまりを意識して太字で見出しを作ったり開業を入れることで読みやすくなる。それからペンギン、何社か書類取ったよ。やっぱ僕って天才。誰が書き直してやったと思ってるんだ。まあ何にせよ次は面接だな。次回面接編、5月19日配信。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？転職活動に役立つ情報がたくさんあるぞ。おー、ペチペチ。面接 NG マナー。ペチペチ。転職 Q&A。 この腹黒パンダが転職するぞ。